上着まで80円って本当ですか？ええ。物は相談なんですけどね。後払いってわけにはいきませんか？え？僕ここまでの資料で手一杯で空っけつなんです。明日になれば金が入るから付けにしてもらえれば。困っちゃうわ、付けなんて。あ、僕は城南大学経済学部2年。さあさあさあ、ご当地のお嬢ちゃんからお姉ちゃんからおばあちゃんからお母ちゃんまでオールインテリにちょっと申し上げたいね。このパンツは東京で大流行のパンツだよ。さあさあさあ、馬なら乗ってごらん、パンティーなら履いてごらん、ブラジャーならつけてごらん。僕はあんたたちが好きだ。むき出しの人生しかあります。無責任かもしれないけど、できれば解散してもらいたくないな。あんたの出る幕じゃないよ。景気が良くないの。いただくわ。手品じゃもうお客集まらないのよ。間違わないでおくれよ。何も目かけにしようってんじゃない。息子の嫁になってもらいたいんだよ。お断りしましょう。痩せても枯れても私も今井金曜だ。娘を売ってまで仕事をもらおうとは思ってません。でも契約書はあるんじゃないですか？いえ、ないんです。我々のような昔風の男にはあんな紙切れより人間同士の約束を大事にしなくちゃ生きちゃいかれません。そうなんですか。じゃあ仕方がないな。仕方がないですって？そうさ、拘束するものがないんなら個人の意思は尊重しなきゃ。もっとも引き抜きってやつは借金されるもんだ。一発ぐらい殴ってもいいかもしれないけど。何？